そもそもアル中の人間っていうのは自分がアル中だって人から見て分からないもんだと思ってると、人から見れば分かるんだけど隠そうとするそこの部分、自分でその意識自覚がないから私は普通ですよと思って普通の姿をしてるもんなんだと、そういうこと言ってくれるわけ。なるほどなと、じゃあそのまま行こうって言って、あとは全部お芝居でやるからって言って、まあ、そのように見えるしね、だからそれが面白い映画作りをしていて、そもそもこういうリアルなものをやりたかった。キャッシャーも特に五右衛門もそれをやりたかった。しかしもうお金が足りないんですよ。リアルになっていけばなっていくほどもう予算が上がっていくんですよ。だからリアルな CG とか今すごいやってるじゃないですか。もう金がかかってしょうがない。ゼログラビティみたいなことをやろうとするともうとんでもないことになっていく。で今回予算が上がったからそれが徐々にでき始めてるっていう、まあスタートラインですよね。それだけの話で、あとはまあ色のカラフルな部分を全部排除して、とにかくお芝居と物語に集中してもらいたいっていう思いが僕の中にあって、またちょっと違う映画ですか、五右衛門とは。五右衛門は活劇じゃないですか、まあ、テーマは同じですよ。活劇で漫画ですからよ。こっちは非常にシンプルな研ぎ澄まされた物語、映画っていう感じですかね。ですね、この10年間、まあ、5年に1本のペースでしか撮れてないんですよ。10年で3本しか撮れてない。多分普通の監督だったら、まあ、少なくとも5本はやってますよね。だから2本足りないんですよ。でそれをね、他の人たちがやってるのを尻目に見つつ、悔しいなとか、いやなんで俺これできないんだろうなってもすっごく悩みました。例えば日本だったら毎年1本とか毎年4本撮ってるね、三池さんとか園さんとかね、羨ましいなとか思いながら、俺なんでこんな時間かかるんだろうと思ってやってた。でただ俺には信じてることがあって、確かにハリウッドでも皆さんが本当によく知ってるようなタイトルのオファーとかあったんですよ。一回蹴ってももう一回やってくれって言われても、もうただ脚本読んで俺信じられなかった、その脚本のこと。本当皆さんが知ってるやつバンバン来ましたよ。その脚本がいいと思えなかったの僕で、それで ごめんなさいっつってね、お断りしたんですよ。やっぱり自分が本当信じられる作品じゃないと、もうやっててできないんですね僕。その何年も費やす、普通の作品だって少なくとも2年かかっちゃいますからね。でそこは悩みましたよね。だから後になって、もしかしたら作品やったら今俺違うとこにいるのかなっても悩んだし、今本当何百億ってやってるタイトルだから、もう何百億以上か、予算を今予算200億ぐらいで作ってるんじゃないかな、そのシリーズは。一つシリーズの中で一つだったから、でそれやったら今違うのかなって思うんだけど、でも10年経って考えてみて、この作品を作り上げた時に俺の選択は間違ってなかったって本当に思いますよ。一番初っ端だったと思うんだけど、法廷のシーンだったんですよ。モーガンが裁かれるシーン、はい、あれが一番初っ端で、モーガンのところがですね、で7ページぐらいの長セリフなんですよ。それちょっと僕切っちゃったから、もうとにかく長かった。でそれを撮るのに2日しかなかったんですよ。あれいろんなギャラリーがいっぱいいるから、もうとにかくいろんなアングルやんなきゃいけないから、もう大変で、最終的にあれ90カットぐらい撮ってるんですけれども、あのシーンだけで。それで90カット2日間って言っても、まあ3回目だったんですけど、もう何言ってんのってぐらいの物量だった。でみんなピリピリしてて、モーガンの最終日だったんだけど、それでリハーサルやった時に、これ帰っていいのかな、もう分かんない、まあいいよまあリハーサルやった時にモーがちょっと時々つっかえつっかえだったのね。もう俺とかこう、大丈夫なのっていう気持ちだったの。そしてここ何だったって聞くわけですよ、スタッフに。あここでしょ、あそこそこそうだったねって言ってやる。これ大丈夫なのこれ俺。リハの時、リハの時、それでこれもうすっごい巻き巻きと飛んなきゃいけないから、もうこっちがもうわーってなっちゃうわけですよ。それでじゃあ分かった、リハーサル終わりってライトやりますってメイクしてもらってくださいって1時間後に帰ってきますよね。
始まったらもう全部バン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 全部覚えてる。もう覚えてるけど完璧。はあ。スイッチが入ったって感じ。スイッチもうそういうものなんですよね。だからなんかスイッチもうスイッチはそもそも入ってると思うんだけど、もう名人って全部7ページですよ。すごいですね。もう淀みなくやっていって言っても周りに出したとかもマジかよ。だからその日は休みの日だったから、あの他のスタッフ、あのキャストが休みのやつらとかも全部見に来てたわけ。モーガン見たいっていう、モーガンのこのシーンは見とくべきだっていうことで、お前今日休みでやったやつらもうとにかく見たいって言って、俺の周りはもう後ろはもう人だかり、モーガンフリークみたいな、そう全役者が見に来てた。それみんな見ながら口がぽっかり開けて、もうすっごくねって言ってみんな興奮してましたよね。で俺ももう人の映画見てるみたいな気分になってきちゃって、引き込まれちゃってカットかけるの忘れてますもん、あ、そうカットって言っていうぐらいの、まあ、圧倒的な説得力ですよね。それそうなんですね、うん、すごいね